山本周五郎作、山彦乙女、第二回。若い小息一。新五番は、俗に番方とも言われた。半之助の詰める役所は、中の口を入った北側にあり、縦に長い十畳ほどの広さで、 書類を収める文庫と筆が左右に並び、その間に古びた机が五つ置いてある。廊下に面した方は明かり障子であるが、他の三方は壁と襖なので、薄暗い上に、いつも湿気が絶えなかった。梅雨から秋口へかけて、それが最もひどく、朝早く出資すると、敷畳に青カビの生えていることなども、 まれではなかった部屋の中は年中もののすえるようなにおいがこもっていた。天井も柱もふすまも障子のさんも皆すすけて古びハエのふんが一面にこびりついている。そしてこれらのものは時にじっと目を留めていると絶え間なしにすり減り崩れ朽ちてゆくのが見えるようであった。 出資し始めてから約2年、半之助はすでに勤めの単調さに飽きていた。仕事は書類の整理であるが、その内容が無味平凡であるのに反比例して、どんな些細な軸の末にも反差を極めた規則と方式があり、一部一輪もそこから動くことが許されない。それが何よりやりきれなかった。 創意や工夫のない仕事、進歩のない事務ほど人を疲らせ飽きさせるものはない。その年頃の青年たちが一般にそうであるように、彼も自分の将来に夢を持っていた。はっきりした形ではないが、それは充実した輝かしい血を沸き立たせるようなものであった。生まれてきたこと、生きていることを 祝福したくなるようなもの。そして彼でなければそれはなしえないし、彼のためにだけ存在するようなもの。そういう何かがあるはずであった。しかしどうやらそれは若さの空想でしかないということになりかかっていた。日々の単調な事務や同じ役所の同僚たちが、 現実にその証拠を示していた。いつか机を並べているカ内何がしという同僚がニヤニヤ笑いながらこんなことを言った。そんなに焦っても無駄ですよ。世間にはもっといろいろな生き方がある。第一歩から始めて次第に発展してやがて実を結ぶというようなのがね。 だが我々は初めから目的地に立たされるわけです。言ってみれば水のいっぱい詰まった瓶のようなもので、今生活しているこの状態がこのままで終わりまで続く。ここから先には何にもない。瓶はいっぱいで一滴の水を加えることもできないんですよ。まあ、ゆっくりやるんですな。その時、 は,んのすけは答えた。誰も彼もがその瓶を御所を大事に持っているとは限らないでしょう。私なら時には中の水をぶちまけるくらいのことはやってみたいですね。やってみるんですなあ。ただし早くしないとその元気がなくなりますよ。金井という男は笑った。彼の言ったことは そのままでないにしても、かなり事実に近いということを、わずか二年ばかりの間に半之助はほぼ理解した。もちろん、半之助はそれを肯定しているわけではない。現実の証明するものが、いかに動かしがたく見えるにせよ。そのために自分の将来を諦めたり、絶望しているわけでもなかった。彼には今、 四人の友がある。青山主姫の他は、昌平公からの知り合いであるが、彼らともしばしばそのことを語り合った。言葉を飾ったり、てらったりする必要のない仲間なので、相当くどく論じ合ったものであるが、このままではダメだ、何かしなくてはいけないという点は一致しても、では何をなすべきかという段になると、 誰にも具体的な思案は出なかった。村田平四郎はみんなより二つ年長であるが、気質も沈着だし、老成しているといった風で、こういう問題についてはあまり意見を述べない。当惑したように口ごもって、何やら身振りをするばかりだった。松室大輔は深刻に考え込むだけだし、 正木十兵衛はしきりに説を立てるがあまりに飛躍的でありまた矛盾が多かった要するに反抗でしょう世間いっぱいの俗襲に抵抗することでしょう彼はこういったことがある抵抗の第一着手は結婚を拒否することである妻を持ち子が生まれ温かい家庭ができる 勤めにも故障がないという状態が精神をふやけさせ人間を飼い犬のようにする。だからこそ真理を追求する前家では思考の自由を確保するために一生不盆の戒律を守るのである。などと息巻いた。しかし五人の中でいち早く結婚したのは当の十衛であった。 青山シュメは家が近所なので、幼い時からの友であり、半之助には最も遠慮のない相手だった。彼には不幸な恋の経験がある。相手は青山家の登園のもので、稲垣和馬という二千石ばかりの旗本の娘であった。名は志保と言ったが、シュメが十八歳、志保が十六歳の時、 お互いに恋し合い、会うことはごく稀にしかなかったが、手紙はしげしげとやりとりした。菅之助はそれを打ち明けられ、手紙の中継ぎもした。時には娘からの文を読まされたこともあるが、大変熱烈な、そして情緒のあふれる文言であって、あなたとご夫婦になることができなければ、死んでしまうか、尼さんになるほかはない。 このことは命にかけて誓う。そんなふうなむやみなことをばんたび書いてきたようだ。正直のところ、半之助はうらやましかったし、嫉妬もしたが、それ以上に感動させられたものである。それから約一年半ばかりして、志保は、さのような手紙をよこして、ほかへ嫁に行ってしまった。 やむをえない事情で結婚することになった。あなたが自分を愛してくれるのなら、どうか自分の幸福を末永く祈ってもらいたい。自分は多分思い出すたびに、あなたのために泣くことであろう。シュメはその手紙を半之助に読ませたとき、煙ったいような表情をしてゆっくりとこうい、 俺は今自分が3 0くらいの値打ちしかないような心持ちだ。遠藤千之助が青山氏はひねったようなことを言うと言ったがそれはそのころから始まった癖であった。2. 充実した意義のある望ましい生き方をするにはどうしたらいいか。 五人の仲間のうち、これを最も真剣に考えているのは、半之助よりも、むしろ青山主馬であったかもしれない。彼は決して正面からはそのことを論じなかった。例のひねったような、空を使うようなことを言うので、正木十兵衛や松室大介などは、どうかすると、ふざけるな、といった風な顔をした。だが半之助には、 そうでないことがわかる。主名は自分の感じたこと、考えたことを、できるだけありのままに言い表そうとするのである。そして、随分持って回った表現をするが、よく聞いていると、真面目で味わいの深い意見が少なくなかった。父の三回忌の日から、つい四五日して、ちょうど非番の日であったが、 十時頃に青山シュメが訪ねてきた。母親は酒の支度を命じてから、谷町へこの間の礼に出かけたので、シュメも袴を脱ぎ、のんびりとくつろいで話した。このうちでは近頃、すぐに酒を出すようだが、お父さんの代からの習慣かね。いや、このごろだよ。父は酒は嫌いではなかったけれど、 特別な客でもない限り酒を出すようなことはなかった。すると、あべの好みか。それもあるが、そればかりでもないんだ。半之助は苦笑した。はじめはね、母が俺を一家の主人にしたいという甘やかした気持ちがあったらしい。こんなふうに構えて、もっともらしく杯などを持っていると。 ちょっと頼もしく見えるらしいんだな。こっちも酒でも飲むほかに気の紛らしようがない状態だから、つい便乗していたんだが、少し前からそれとは別の意味を持ち始めたんだ。というと、一種の賄賂というやつさ。はっきり言うとご機嫌取りだね。すると、主名はふと思い当たったようにうなずいた。 縁談というわけだな。あの法事の日に来ていた人だろうどうして知っているどうしてって、まさきの出現で我々はこのうちへこざるを得なくなったじゃないか。あの時休止に出たんで拝見したのさ。そんな風が見えたんだな。明らかに嫁の候補者という様子だったね。つまりそれさ。 之助は杯を下に置いたいつか話したと思うが谷町というのは立身出世主義と物欲の塊のような人間なんだ父も嫌っていたし俺も到底好きにはなれないしかも見込まれたわけかそれも俺の人間を見込んだのではなく要するに頭数の問題さ 老人は少々に取り入って自分の勢力を拡張することに興奮している。俺に娘をくれて人傘の数を増やそうというつもりなんだ。そしてお母さんはそうなさりたいというわけかまだあからさまには言わないがね。半之助は苦い顔をした。そうだとすると、よほど警戒しなければいけないな。 シュメが言った。何についてこの縁談さ。谷町の老人は強敵だ。あの人の着物の中身は人間の体ではなくて自信そのものだね。自分がそうしようと思えばどんな手段を用いても必ずやってのけるという人柄だよ。それにあの霊場までが実に父親によく似ている。 まさしくね。安倍と結婚することは、安倍へと継ぐことではなくて、被護者になることだと確信しているよ。親も娘も、仮にもこの縁談を拒絶されようなどとは思っていないね。それは向こうの自由さ。よろしい。だが向こうでは、こちらの自由など認めやしないぜ。趣味は、 自分のに酒をついだそれにはもう一つこういうことがあるさっき阿部は谷町の老人が頭数を増やすと言ったね事実そうなんだいやそれ以上なんだよ頭数それは老人だけじゃない少々の医薬全体がそのために今薬器となっている 半之助は疑わしげな目をした。主姫はさかずきを持ったが飲もうとはしないでどう言おうかというようにちょっと首をかしげた。柳沢はもう危なくなっている。それはずっと前からさ。だがこれまでは皆立ち消えになった。なぜだろう。柳沢退陣という情勢は噂だけでなく。 事実幾度も形に現れたんだよ。それがどうしてうやむやに終わったかわかるかねまあ、聞きましょう。つまり、ようやくすると、摂政禁断さ。そこで主姉は酒を飲んだ。あの禁令は、無論柳沢が出したものじゃない。しかし法令を持続させたのは彼だろう。 たびたびの反柳沢運動にもかかわらず彼の地位が揺るがず甲府城主となり大老などと戦勝されるようになったのはひとえにそのおかげさしかしあの狂気じみた禁令はむしろ彼の首縄になっていると思うがねその反対さまるで逆だったんだ朱銘は面白そうに笑った あの法令が行われる限り、庶民の一部と役人の多くの部分が非常に儲かる。ははあ、信じられないかでは聞くけれども、我々は毎年イノシシやウサギの肉を食べるし、ニワトリはもちろん牛や豚の肉まで食べたはずだ。半之助は嫌な顔をした。数年前に、 十兵衛の奔走で一石もうけそこでだまされてそうとは知らずに豚の肉を食べたみそ煮であったがそして豚そのものは見たこともないけれどあとでそう聞いてひどく胸の悪い思いをしたことがあった我々の祖父や父たちの若い頃にはこんなにたびたび鳥獣の肉を食べやしなかったその季節に 薬食いといって、体の弱い者が栄養をつけるという名目でたしなむという程度だった。そうじゃないかそれはまあそうだろうが、無論一般論としてさ。主名はまた酒をすすった。少し誇張して言うと、殺生禁断の法令が出てから、鳥獣を殺すことを禁じられてから、 我々はかえって鳥獣の肉の味を覚えそれまで見向きもしなかったものさえ好んで食べるようになった <laughs> なるほどね思わず半之助は笑い出したうがちすぎる言い方だが当たっているかもしれないしかもそれが当然の話だろうがみんな隠れた商売だ日を定め場所を定め 人数を揃えて、ひどく手の込んだ物々しい仕掛けである。代価は無論馬鹿げて高いし、近霊の出た初めはよく知らないが、近年はまるで組織化しているようなものだ。そして、絶対に捕まる心配がない。そうらしいな。なぜなら、役人は上から下まで十分に金を握らされ、主食の餌と、 物品の贈与とで骨抜きにされているそれは初めのうち別途の利得であったがやがて生活のための必要収入になりそれなしにはやっていけなくなる自然彼らは警察官でありながら庇護者加担者とならざるをえない主姫はまた手酌で一つ飲んだまた一面こういう秘密な 金を犯す主席というものは公私ともに不正な取引に利用される。馬鹿げて高価な支払いが十分に償われるような取引。こんなふうに言うだけでは差したることもないように思えるだろう。しかし表面に現れないで陰で動く金というやつは非常に広く蔓延するし同じ力で人を毒する。 それで、それが柳沢とどういう関係にあるというんだ柳沢政治の火をあげてもしようがない。またそんな興味もないが、彼を排斥する動きのあるたびに、彼を支え、逆に彼を太らせたのは、こういう影で流通する金の力なんだ。広い範囲の役人どもの整形の出所であり、 大きな不正取引の場となっているもの、すなわち殺生禁断という法令を持続するために柳沢の地位は支えられてきたのさいささか春秋の論法だなその証拠を見せるよまっぴらだね俺が証拠を見てどうするんだそいつは阿部自身の問題さ シュメは話を戻した。ところでだ、今日まではこれらの条件で命脈を保ってきたが、しかし毒はどこまでも毒で、それがたまるうちには必ず血肉を腐らせ、世気を枯らす。それは柳沢邸へのおなりがしばしば中止されたことを言うのか今年になってから三度目だ。 しかも柳沢少将には、もはやそれを押し切る力がない。そんならもう、文句はないだろう。う、え、ぅ、ー。妙な声を出して、シュは酒を飲んでから、何やら取りすました目つきで半之助を見た。つまり、この際、谷町のお婿さんになるのは、不徳策だということなんだが。 そのついでにだね、今言った証拠というのを見せたいんだ。何の証拠をさ、柳沢をどういうものが支えているかという実際の情景さ。そしてその上で相談もあるんだ。何か曰くありげだね。ないこともない。主名は半之助の疑わしげな目を。 柔らかに微笑で受けたしかしいわくはあとの相談としてともかくつきあってくれないかまさか例のを食いに行くんじゃあるまいなグってもいいじゃないかこの暑さに冗談じゃない嫌なら無理に食うことはないさ一度見ておいても損はない景色だよ もう少し日が傾いてからということで、ともかく証拠とやらいうのを見に行くことに決まってしまった。三、後で思うと、それは計画的であった。シュメは初めから誘い出すつもりで来たのである。しかし、単にそれだけの意味ではなく、その裏にもう一つ別の理由があったのであるが。 二人が出かける少し前に母がさえを伴って谷町から帰ってきた。さえはきれいに髪化粧をし、白い気境の花束を持って母の後から爽やかに笑いながら客前入ってきた。まるでこのうちのもののように、こだわりのない態度で趣味にも慣れた挨拶をし、私が丹精して咲かせましたの。きれいでございましょう。 などと花を見せた。これを男へ行けますからそうしたらお給仕をいたしますわもう少しお二人で召し上がっていらっしゃいませねそれはありがたいですがシュメが変わって答えた友達と集まることになっているのでお帰りを待っていたんですあなたのお給仕でいただけると分かっていたら別の日にしたんですがね非常に残念です はんのすけさまもごかのじょはきらっとこちらをみたじかに名を呼ぶとはぶしつけであるかれはだまってうなずいたさえは明らかにむっとしたらしいしかしかちきなしょうぶんでそんなかおいろをみせてはじぶんのまけだと思ったのだろうまたおにげになるのねとわらいながらにらんだほうじのひのように お隠しなすってもだめよ。ちゃんとわかるんですから。で厳しいですね。主姫は苦笑し、あえて弁解はしなかった。母がそばから何か目まぜをしていた。たぶん、お前だけは残れというのであろう。半之助はそっけない顔で、さえが出てゆくとすぐに座を立った。外はまだ日が暑かった。 自信満々たるものだね。扇子で火をよけながらシュメがそう言ってちょっと口ごもったあの人はすっかり裸にして体の内部までひっくり返して調べても引け目とか周知などという感情は欠片もないというふうだそれから笑いながらしかし悪くはないなああいう女性は夫を出世させるよ 火星の切り盛りも上手だろうし、客あしらいはうまいし、上役なんぞを籠絡するのは巧みだろうし。気に入ったら、青山の嫁にするがいい。半之助はやり返した。俺は聞くのもたくさんだ。虎ノ門外の辻で籠を拾い、汐留の端から小曳町へ出て、築地の方へ向かった。 まさか山村座ではあるまい、こう思いながら、半之助はふと、ついこの間見た、茶屋の出来事が目に浮かんだ。今しがた主寧が、あの人を裸にしてと言った言葉が頭に残っていたためかもしれない。肌のもの一枚もつけない、艶やかな、柔らかそうならしん。三人の若者に、 平然と体中の汗を吹かせていた姿。それはもう記憶が不確かではっきりと形をなさない。胸や太ももなどはひどくあらわになまめかしかったように思えるのだが、さてどんな風であったかと想像するとまるで捉えどころがなく揺らめく白い霧のようにまとまりがつかなかった。 これが新しくできた橋だ。前のかごからシュメが叫んだ。オワリ港の屋敷の前を堀に沿って東へ行きあたったところである。そこは山村座に近いので時々歩き回ったことがある。確かに行き止まりであったが、今はがっちりとした新しい橋がかかっていた。 カゴは本願寺の門前をまっすぐに紀州家の下屋敷へ突き当たりそこを左に曲がって築地の貸しへ出た満潮と見えて海には膨れ上がるような波があり沖の方から船が帆を下ろしながらしきりに登ってくるのが見えた潮の蚊が強く匂った朱芽の声でカゴが止まった出ると 草履の下で乾いた貝殻の音がし、むせるほど海の匂いのする、新鮮な、爽やかな空気が、胸いっぱい染み通るように思えた。今日は静かだなあ。こうつぶやきながら、シュメは先に立って横丁へ曲がっていった。貸しに面して、軒の低い、古くて雨風にさらされた小さな家が並び、 半ば壊れた船が揚げてあったり、星し網が垂れていたりした。もちろん漁師たちの家だろうが、どの家の前にも一坪ばかり土盛りをした囲いに松葉ぼたんやほうせんカや名の知れない草花が生き生きと咲いていた。横丁へ入ろうとした時、半之助は後ろで妙な叫び声を聞いた。ほ ほ誰かを呼ぶらしい清らかで艶のあるよく通る若い女の声であった。ほっほーかっこうというふうにも聞こえた。振り返ってみたが、貸しの日なたで子供たちが遊んでいるほかには、それらしい女の姿など見当たらなかった。ただ、その岸に、 小さな船入り堀があり、今入ったらしく、帆を下ろしている小舟が見えた。たぶんその船の中で、漁師の娘か女房かが叫んだのだろう。仲間同士の呼び声かもしれない。半之助はそう思って、主婦の跡を追った。そこはどうやら裏口のようであった。細い横丁を10軒ばかり行くと、 黒い板塀の上にのしかかるほどびっしり茂った木立があり塀の一部に小さなかけあんどんを出したしゃれた木戸が切ってあったここだよュメはその木戸を慣れた見ごなしで入った半之助はあんどんに丸茂と書いてあるのを見た4 まだ建ててからいくらも建たないな。座敷へ通されるとすぐに辺りを眺め回しながら半之助が言った。せいぜい一年だろうね。主めはそう言ってどこかへ出て行った。必要以上に木の多い庭も、凝った好みの建物も、まだごく新しい。家は二階造りで、木はすべて檜だろう。 吹き込んだ艶も美しいし、まだかなり強く木の葉がにおう。キララ釣りの本間のふすまには、秋草をあしらった虫取りの美人の図が書いてあり、四枚続きの線のたっぷりしたなよやかな筆付きであるが、見ると、ひしかわもろのぶという町絵師の名が書いてあった。床の間にも遊女らしい美人の 湯上がりと見える姿の軸があるが、こちらは皮肉なことに、加納英信と署名してあった。英信は小曳町に住む、いわゆる御殿絵師で、加納派の中では終罰と評が高い。戯れに書いたのだろうが、そんな俗名いた絵の上に、平気で署名し、誘引まで押しているのは、何かしら反抗的な感じで、 微笑まし半之助はこれらを見回しているうちに柱や投げ石の釘隠しにふと注意を引かれた鉄か聖堂のような金具でひしを三つ合わせたような形をしていた何だったかしらどこかで見たような気がし考えたがすぐ思い出せそうでいて思い出せなかった 確かに覚えがあるぼんやりとそんなふうに考えていたとき、庭の方で、ほっほうというさっきの叫び声がした。ほっほうほ筒を抜けてくるような、まったく耳慣れない叫び声である。庭の木立は傾いてきた西日を浴びて、暗いほど茂った枝葉を差し交わしている。 前坪は掃除の行き届いた土で、踏み石が木立の方へと続いているきり、やはり人の姿は見えなかった。叫び声はそれなり途絶えた。半之助は扇を使いながら、ゆうずいてゆく空を見上げていた。すると、不意に気持ちのいい鶴音とともに、ヒュッ。 と矢羽の空を切る音がし、庭の木の小杖あたりで凄まじい鳥の悲鳴が起こったあの声が射止められた半之助は一瞬そう感じたもちろんそうではなかった矢に射抜かれた白鷺が一羽バタバタと落ちてきて木陰の暗い地面の上で無残に綿毛を散らすのが見えた そしてこの家の右奥の方から、浴衣に無腰の侍が一人、何やら笑いながら出てきて、それ見ろ、詐欺だ。こう言いながら、まだもがいている鳥を庭げたで蹴った。来てみろ、こいつは臭くて持ってはいけないぞ。誰かそれに答えたが、半之助にはわからなかった。 しかしさすがに菱や昌兵衛だな。喉首の真ん中だ。また答える声がした。こちらの男、五尺そこそこの、だが筋肉の発達した体に、口の大きな眉の太くて短い、目の鋭い顔つきであったが、は、無遠慮に笑って、馬鹿を言え、嗣高の微人流は、見世物じゃない。 こう言ってもう一度鳥を蹴ってから来た方へと立ち去った。朱芽が戻ってくるまで半之助は胸のどこかが痛むような不思議な感情にとらわれていた。弓でいられたのは樹上の鷺である。それはまだ地面の上に居抜かれたまま横たわっているのがついそこに見える。けれども半之助には それがあの呼び声の主のように思えてならない若い清らかな女の声であったがそれが矢に居抜かれた途端に白鷺に化したそんな風に思えるのであった誰だか知れないがかわいそうなことをするものだまもなく主めが戻ってきた悪いいたずらをするやつだ 彼も見ていたのだろう。ちょっと一風呂浴びないか。こう言って半之助を促し、一緒に廊下へ出ながら。今の弓は菱屋庄兵衛といって、柳沢の家来なんだ。弓では江戸一番だそうだがね。今日の三十三元堂の通し屋をするという触れ出しで、今しきりに矢の寄進を募っている。 本当に投資やをするかどうかそこは大いに疑わしいんだがもう一人の男も柳沢の人間かそうだ継ぐたからいたといって微人流の剣術を使うそうだこの家の主人が柳沢に取り入っているのであの連中自分たちのいい宿坊のつもりでいるらしい つまらない話だ。変わった作りの風呂屋へ入りながら、半之助は興ざめ顔に言った。これが見せてくれる証拠というやつか。まだまだ時間はたっぷりあるさ。まずうまいものを食ってからのことだ。風呂屋はやはり火の機材の三方板張りで、天井にガラス製の 当時としては極めて贅沢な釣り明かりがあり、入り口の戸を閉めると高さ一畳、周囲八尺ほどの箱のようになる。下が巣の子で、その間から湯気が吹き上がってくる。つまり蒸し風呂であるが、彼らの後から腰のもの一つで豊かな胸地をあらわにした若い女が二人入ってきたのには、半之助は迷惑した。 これはダメだ出てもらおう,こうささやくとシュメはわらって「バカなことをいっちゃいけないただのあかかきおんなじゃないか子どもみたいようなことをいうとわらわれるぞ」。おんなたちはすべてむごんでふたりのまげをときあせがでてくるとそのやわらかいてでぜんしんのひふをたくみにこすりながらあかをもみおとした。 赤かきとはよく言ったもので、こするに従っていくらでも赤がよれる。その上、よほど力を入れるのだろう。彼女たちの荒い息遣いが聞こえるし、湯気に熱した若い大衆やいうの匂いが、風呂屋いっぱいにこもるようで、半之助は少なからず並行した。今日は静かだね。 シュは平気で自分のかかりの女にそんなことを話しかけた。丸重のじいさんは来ているのかはい、いらっしってます。神田橋の他に客は誰だ私の存じ上げない方でございます。四五人いるらしいな。女はそれには答えなかった。シュはおしまいに素早くささやいた。 あとであの部屋を頼むよ。女はそっとうなずいた5。風呂から出て髪を結び浴衣を着せられて座敷へ戻ると間もなく別の女中が3人で酒と魚を運んできた。また酒か。まあやってごらんなさい酒には違いないが。 ちょっと手に入らないやつだ。シュはこう言って、紙木どっくりのような形の素焼きのとくりから、とろりと重たげな紫色をした液体を、半之助の杯についだ。杯も一般のとは変わっていて、高きに似て足のついたかなり大きなものである。ブドウ酒じゃないか。そっと香りを嗅いでみて、 半之助が聞いた。子供の自分、オランダ渡りだと言って、沈没にもらったのを、父に少し飲まされたことがある。香りも味も、それにほぼ似ているようであった。まあ、そう言ってもいいけれど、こいつはエビズルうといって、自然に生える山ぶどうの実で醸したんだ。仕込んでから15年も経つそうで。 延命長寿の役種だということだ。長生きはごめんだね。だが半之助は舐めるようにそれを味わった。淡い渋さととろりとなれた甘さが舌をみするようにうまかった。庭、庭。朱芽が突然ささやいた。そっと見ろ。そっと気づかれないように。 坂月を口に当てながら、半之助は目の隅でそちらを見た。この家の召使いだろう。町屋風に袴を履いた二人の若者が、三人の中老の武家を案内して通るところだった。先頭の一人はわからないが、次は水野肥の守、後ろは大久保長門守。 二人ともおそば衆であった。先の一人は誰だ自重だよ。自重とは吉里さ。半之助は振り向いて奥の方へ去るその後ろ姿を改めて見直した。吉里といえば、呪四位自重の柳沢吉里。つまり、 の義安の長男である。これまでにも城中で二度ばかり見かけたが背丈の小さな白表のどこかしら陰気な青年のように覚えていたが今ちょっと見たところではかなり肥えたようであるあとの二人は水野と大久保だろうそうだ先客も四人ばかりある その中の一人は右京の大部さんお蕎麦用人か風呂屋で彼が神田橋と言ったので半之助はそう聞いた松平右京の大部照定は上屋敷が神田橋内にありお蕎麦用人を務めていた大層な顔ぶれじゃないかこんなところで何が始まるんだ 定例会談だよ。シュメはあっさり答えた。七日目ごとに一回、このうちで集まって会談をするんだ。顔ぶれはその時々で一定しないがね。どうしてまた、そんなことを。俺などがというのかこう言って、シュメはふと箸を取った。今のうちにちょいとこいつを片付けよう。 鮎の若竹虫しというんだ。あとでまた珍味が来るからね。山ぶどうの古酒から始まって、出る料理がみな変わっているのに、半之助は驚いた。鮎の若竹虫しというのは、今年だけの一節を割り、その中へ鮎を丸のまま入れ、あけびずるで巻いたのを、外からわらびで蒸し焼きにするのだそうである。 それから、聞いたことのない山菜の浸し物や、イワナの田楽などが出、次に焼いた肉の皿が出た。これは俺も初めてだぞ。趣味が開き直って言うと、女の一人が半ば自慢、半ば気味が悪そうに、鹿の肉でございます、と言った。冗談じゃない。今自分鹿の肉が食えるものか。 いいえ冬にとった若鹿かかの肉を雪めにしておくのだそうでございます召し上がってみてくださいませ皆さん大変珍重だとおっしゃいますわおっしゃるかねえシは軽口を言い,いながら箸をつけた半之助も食べてみた焦げ目のついた肉に何か果物を潰したような 甘酸っぱいどろっとした汁がかけてある。雪爪にしたというが、塩も振ってあるのだろう。かなり塩が効いているが、肉の味は比較するもののない香ばしいにおいと、細かな味を持っていた。女中の説明によれば、それは野獅子の油を鉄鍋に溶かして、その熱でいり焼きにしたのだという。またかけ汁は、 グミと山桃の実を煮詰めて絞ったものだということであった村田なら喜ぶだろう半之助は食べながら彼は長崎へ行ってきたしあっちではこんなのをよく食べてるんじゃないのかすると不意に何か喉に使いでもしたようにシュが激しくせきこんだいやあ湿け、このかけ汁にむせちゃって 彼は手ぬぐいで口の端をふき、脇を見ながらそう言った。それでなおさら、むせたのでないことが分かった。半之助はちょっとしらけたような気分になったが、その肉の味と珍しい料理法に興味を引かれ、ぜひ村田平四郎に食べさせたいものだ、などと思った。砂糖漬けのあんずに茶が出た後、 席を変えて酒にするということで二人はその座敷を立った。もうたくさんだね。飲めそうもないよ。魚が変われば結構いけるさ。まだ何か食わせるのか見せるといった証拠というやつさ。忘れたのかね。こう言ってシュメは何か意味ありげな目配せをした。 庭とは反対側にある薄暗い中廊下を鍵の手に曲がって行き2階へ上がって六畳の座敷へ入ったシュは案内してきた女中に何か囁き女中はうなずいて「はい空いております」と答えて去った「驚いたね青山がこんなうちを知っているだけでも意外なのに」 よっぽど親しくしているらしいじゃないか。いつごろから来ているんだもう少しするともっと驚くよ。まあ座らないか。ほどなく三人の女中が酒と魚の膳を運んできた。飲まなくてもいいが、形だけはこしらえておいてもらおう。シュはこう言って、半之助にきを持たせ。 いかにも飲み食いしているように禅の上を取り繕った。一体何を始めようというんだ。なーに、万一の時の用心さ。女中たちが酒や皿鉢を運び終わってしばらくすると、シュが立って隣座敷へ行き、何かしている様子だったが、すぐにふすまの間から顔を出して、 手招きをした静かにしてくれ半之助は立っていったそこは長い四畳ほどの難度部屋で窓も何もなく一方の壁の下に吐き出しのような長さ三尺高さ二尺ほどの切り穴があるちょうど座ったままでのぞけるくらいの高さであるが シュメはそのそばに座って、ここを見ろという手真似をした。ふすまを閉めたこの部屋は真っ暗であった。シュメの示すところを覗くと、その吐き出しのようなきり穴の底が斜めに一寸ほど開くようになっていて、そこから下の座敷が見えた。そればかりでなく、どういう仕掛けになっているのか、 下で話す声が、ほとんど耳のそばのようによく聞こえるのであった。いつどこで聞いたか覚えていないが、そんな風にして、いかがわしい覗き見をさせるところがあるということだ。おそらくこれも、そんな目的で設けたものだろう。しかし、種目が今、半之助に見せようとしたものは、そうした情景とは、 およそかけ離れたものであった「神座に侍従がいるだろう右京の大部肥前の神。なんと」「朱雅が小さな驚きの声を上げた」「見えるだろう吉里の右にいるのは土屋だ老中の土屋相模の神だよ」だって。 土屋は反柳沢の俺にも意外だが下から話し声が聞こえてきたので主姫は手真似で黙ろうという合図をした柳沢吉里を中心に大久保長門神土屋相模の神水の野肥の神松平右京の大部など いずれも幕府の住職にある者が四人。他に柳沢の家老だという丸重新左衛門と、どういう関係のものか中年の侍が三人いた。なるほど、これか。半之助はその証拠を見せようと言った種目の言葉の正しい意味を知った。彼らの会話は、 そのままでは漠然としているが、どうやら将軍の世継ぎを排そうという相談らしい。しきりに甲府公という名が出た。甲府公というのは、四代家綱の弟、甲府最小、綱重の子で、すでに綱吉の公子と決まっていた。半之助などには無論わからないけれども、 非常に頭の明敏な講師だそうで、自然、一面には反感を持つ向きもあるらしいが、全体としてかなり期待を持たれていた。風評は気まぐれなもので、どこまでが真実であるかわからないが、幸福公が反柳沢の主導的な立場にいるということは、半之助も耳にしたことがある。従って、 今彼らの相談していることの意味もかなりはっきり推察することができた。6。嫌だね。半之助は顔をしかめた。そのような陰謀めいた話は興味もないし聞くに堪えなかった。もうよそうじゃないか。こうささやいたが。 その時その座敷へ一人の女が入ってきたのを見て、ちょっと息をのんだ。頭の上から見下ろすので、もちろん顔形はよくわからなかったが、入ってきた時の額から頬のあたり、そして体の格好や身ごなしが、反射的にあの女を思い出させたのである。山村座の茶屋で素裸になって、 汗を吹かせたあの女に。しかしすぐに半之助は首を振った。それは偶然すぎる。来る途中でもあの女のことを思い出したし、この家の異様な空気がそんな連想をさせたのであろう。こう考えて彼はそっとそこを離れた。禅の前に座ると、シュもふすまを閉めてこちらへ来た。 何のためにあんなものを見せたんだ。反応があるだろうと思ったんでね。それだけではわからない。一杯どうですかいや、それより話を聞こう。後で相談があるとも言ったようだし、何か理由があるんじゃないか阿部は昔から政治は嫌いだと言っていたね。今でも嫌いだ。 それがね、嫌いでは済まなくなるんだ。半之助は半ば無意識に逆付きを取りながらいぶかしげに目を向けた。まず言うが、村田は長崎へ行ったね。紅葉を兼ねて本像関係の資料を集めるために。そして一年ばかりでこの間帰ってきた。そうだろう続けていいよ。 だが長崎へは行かなかった。言いかけて、シュメが妙な目くばせをした。半之助は気づかなかったが、誰か階段を上ってくるらしい。がっしりした作りなので、木のきしみはしないが、耳を澄ますと、確かに人の気配が感じられた。とにかく、摂政禁断はいい。シュメが、 よったような声で、こういう家があり、いつでも安心して肉が食えるのは、あのハットのおかげだからね。何か言うんだ。終わりの言葉は、素早いささやきであった。しかし、半之助には、そういう早業はできない。顔をしかめ、ダメだめだ、というふうに手を振るので、シュメが慌てて、ああ、あれはへそ曲がりだからね。 極限というあだ名があるくらいで、彼は何にでも理屈をつける。なってないよ。でたらめなことを言っていると、廊下に面した障子に人の影が映り、すっと障子が開いた。誰だシュが言った。半之助も酒好きを手にしたまま振り返った。廊下に男が立っていた。さっき庭で、 い落とされたサギを蹴った男である。未進流の剣術の達者で、次ぐたかライタとかいうあの好男であった。本当に寄っているのかどうか。次ぐたかという男はふらふらしながら嫌な目つきでこっちを睨んだ。どうする？半之助は秀明を見た。秀明は任、ま、せろという目まぜをし。 黙って相手を見返した。つぐたかという男は、ゆっくりと手の甲で口を横になで、太くて濃い短い眉をピクッとさせながら、覚えたぞ、その顔ぐいっとシュメを指さした。だがシュメはやはり無言のまま、優しいような目つきでじっと相手を眺めていた。 半之助は,んのすけはつぐた高の顔に、ふと凶暴な色が走るのを見た。ほんの一瞬のことであるが、ごく癒しい殺意に似たその表情は、忘れることのできないものであった。ついで彼は自分の鼻を指さし、俺のこの顔も覚えておけ。こう言って、せせら笑いをしながら去っていった。 その足音が聞こえなくなるのを待ちかねて、半之助は趣味に振り返った。どういうことなんだと言われてもちょっと困るが、ともかくしっしたようなことになって悪かった。出ようじゃないか。まあ待ってくれ。話も残っているし、すぐに帰るというのはまずいんだ。何 もう大丈夫だよ。ュメはすまなそうにだが落ち着き払って嗣高の開けた障子を立っていってさらに大きく左右へ開けたどこまで話したかあ村田は長崎などへ行かなかったというところまでだなそんな声を出していいのかもちろんさシュは 警部のぶりをした彼らは針の穴からのぞくことは好きだが開け広げた窓を見る知恵はありゃしないそれに今のあれだって単純な脅かしで何も知っているわけじゃないんだその時まるで彼の警部に答えるかのように庭の方から矢が一筋空を切って飛んでき 鋭い音を立てて天井に突き刺さった。二人はハッと片膝を立て、突き刺さったまま震えている天井の矢を見上げた。なるほどね。半之助が言った。彼らは何も知らないらしいな。知るはずがないんだ。シュはこう言ったが、今度はあまり自信のない声だった。 つまり何かを知ろうとして探りを入れてるんだろうが、少しうるさいから一応出ることにするか。二の矢の来ないうちにね。シュは下へ降りていった。着替えをして裏口から出るとき、庭の向こうで笑う声がした。弓をいた菱屋小兵衛というやつか。 ぐたかライタかいずれにしてもこっちを嘲笑していることは確かだったシュメはちょっと振り返って何か言おうとしたがそのまま外へ出た「海旗がいい涼みながら話そう空はまだ明るかったが辺りはすっかりたそがれて夕なぎ時の湿気が地面をむっと覆っていた」 二人は水の見える方へ歩き出した。